左側にあの石の板と斜めになってるとこありますけども、あそこはですねペンギンさんを餌の時間に誘導しまして、あそこでご飯を食べさせるようにこう訓練しています。で、あの本番の時にはあそこに体重計を置いて一頭一頭体重管理をしています。今皆さんの前で見てるようにあの黄色の親父、あれがもうすごく強すぎてみんなの餌を一人で食べちゃうんですよ。池の中で泳がせて自由に食べさせるのがすごい綺麗なんですけども、どうしてもあの今の時期個体管理をしたくて、手出しって言ってあの一匹一匹みんなに行き渡るようにちょっと工夫をしていますね。ヒナはですねまだ一人で餌を食べることはできません。ペンギンさんたちね、お父さんやお母さんのお腹の中一度入ったものをこう吐き出して、餌をもらっています。黄色は本当底なしですね。自分の食べる量も多いし、やっぱりあのヒナに与えなきゃいけないっていう頭があるのでものすごく食べちゃいます。どうしても答えますね。ペンギンさんの餌の時間も終わったので、私からちょっとびっくりしたこと、もう一つあのこちらの水金池の鳥でお話しします。私たちですね、やっぱり動物の体調が悪かったり怪我をしたりすると捕鯨といってあの動物を捕まえなきゃいけない時があるんですけども、実は私の体をもってしてもあの白鳥さんはね抑えるのがとても難しいです。抑圧ってあの翼の力なんですけどもね、とても強くて、私最初担当になった時はたかが鳥っていう感じで抑えればなんとかなるだろうと思ってたんですけども、ものすごい力で、あの白鳥は私は実はまだ捕まえた時はないです。今まで怪我をした時もなくて助かってるんですけども、他の鳥は捕まえられても白鳥さんは本当水鳥の王様と言われるだけあって本当に力強いですね。今奥の方でですね、あの檻に囲われてるところはあの白鳥さん卵を抱いています。本当にもしも無事生まれることを期待してるんですけども、なかなかね、鳥さん、無精卵でもちゃんと無精卵であの子供ができない卵でも大事に大事に抱いてしまうので、孵化の時期を迎えてもあの卵を回収する時も非常に危ないですね。ねえねえ来て。